4話の一番好きだったポイントはどこですか？確かに気になる。それ、スウェーデンの、レーザーを放つじゃないですか。青山がレーザーですね。前の、デクの、涙をクッてこらえる。あ、やばいクッてこらえる。あの瞬間。あの瞬間あの瞬間は、アニメでしかやっぱ抜き出せないものなのかなって僕は思いますね。なるほど。こういう風にキャラクターを見せることで、このキャラクターの心理だったり、キャラクターの性格だったりっていうのがお客さんに見える。涙流しながらグッとこらえるところが僕はデクにすごい愛着が湧いて。あれ、だってデクね、やられてカンみたいなね。そうなんです。もう、あ、おしまいだって、もうダメだ足が動かないうわーってなってるところに、スーセンってくるから。でもさ、あれさ、それこそ二人は絡んでたわけじゃん。そうですね。言われたことは結構辛辣なことデク言われたじゃん。二度と会わない。二度と会わない。あ、でも多分、キャラが怖すぎて、うん、その状況を把握しきれてないデクっていう。ありそう。それありそう。どういうことなん、うん、今の言われたことはどういう、え、まあ、でも、ポイントだっつってなっちゃうので。ポイント稼がなきゃってなってる。その整理してる間にもう、ポイント稼がなきゃってなっちゃう。あの頭の。そこ多分、ね、こうちゃんのね、その演技プランというか、好かれたいってやつ、はいはい。嫌われないようにしてるのが意欲効いてるかもしれない、ね。あのセリフ自体は嫌われてもおかしくないセリフだから。でもその、さらっと言ってくれたことによって、こう、うん、なんかこう。そうですね。突き放すではなく、うんうんうん、ってところですかね。それがちょっと愛を感じました、すごく。